皆様こんにちは。STM32 開発エコシステムによる開発実習高性能マイコン編をご覧いただきありがとうございます。このビデオでは ARM 社 Cortex-M7 を搭載した STMicroelectronics 社製 STM32 シリーズの高性能マイコン製品及び機能紹介を行います。ARM 社 Cortex-M7 は Cortex-M シリーズでも最高のパフォーマンスを発揮する CPU です。Cortex-M3、M4 シリーズからのステップアップを考えている方や、今あるアプリケーションをさらにパワーアップしたい方、高性能マイコンに興味のある方は、ぜひこのビデオをお楽しみください。このビデオでは、ARM Cortex-M7 搭載マイコンラインナップ、STM32H7 マイコンと STM32F4 マイコンの違い、STM32H7 デュアルコアマイコンについて、STM32 エコシステム、これら4つについてプレゼンテーションを行います。ARM Cortex-M7 搭載のマイコンラインナップの紹介をいたします。STM32 シリーズは2007年より ARM 社の CPU Cortex シリーズを CPU に搭載したマイクロコントローラーの販売を開始しました。当初は Cortex-M3 を搭載した STM32F1 からスタートしましたが、おかげさまで現在では Cortex-M0、M0 プラスから高速動作向け Cortex-M7、新世代セキュリティ対応の Cortex-M33 まで幅広いポートフォリオを用意しております。また、お客様のご要望に柔軟に対応するために、パッケージ、メモリー容量、ペリフェラルなど様々なバリエーションを揃えており、ワイヤレス、超低消費電力、メインストリーム、ハイパフォーマンス、マイクロプロセッサーの5つのライン、計17のシリーズを用意しており、デバイスの種類は1000を超えています。ラインナップ間でも同じ形状のパッケージでは互換性があり、乗せ替えも容易になっております。デバイスを開発するにあたり、開発エコシステムも充実しており、デバイスの選定から開発、量産に至るまで、開発ツールやパートナーなど、豊富に取り揃えております。また、製品を採用するにあたり、STMicroelectronics では10年間の長期供給保証を行っております。これは、毎年1月1日を基準として10年の保証を新規で規定し直します。STM32F1 で見た場合、2007年を基準とすると、2019年までの13年間の供給実績、及び本年度から数えてさらに10年の保証、合計23年の供給実績及び保証となります。今回ご紹介する Cortex-M7 搭載マイコンは、ハイパフォーマンスラインの製品群となります。同じラインには Cortex-M3 及び M4 を搭載した STM32、F2、F4 シリーズがあり、動作周波数も100メガを超える高性能マイコン製品となっております。この表はマイクロコントローラーに搭載されているCPU のパフォーマンス比較表になります。表示されている数値は、エンベデッドマイクロプロセッサーベンチマークコンソーシアム EEMBC に登録されている組み込み向けベンチマークテストのスコアになります。コアマークで表示されている数値が高いほど、マイコンのパフォーマンスが高いものとなっております。ARM Cortex-M7 を使用した製品は、Cortex-M4 を使用したものに比べてコアマーク値が高くなっております。例えば STM32F4 シリーズの動作周波数 180MHz に対して STM32F7 の動作周波数 216MHz では周波数が 1.2 倍高いだけですが、コアマークの数値としては608から1082へと約 1.8 倍となっております。これは同じ ARM 社 Cortex-M シリーズでも M7 は特に高い処理能力を持っていることを示しております。このため、高速処理や高い演算能力を必要とするアプリケーションには、Cortex-M7 シリーズ搭載のマイコンは最適の選択となります。Cortex-M7 を搭載したマイコン STM32F7 シリーズのラインナップの説明をいたします。STM32F7 シリーズは ARM Cortex-M7 をベースとし、ST 独自のキャッシュ機能 ART アクセラレーターにより、フラッシュメモリーからのコード実行時に 216MHz で 1082コアマーク 462DMIPS の処理能力を実現します。STM32F4 シリーズの最大2倍の DSP 性能を持ち、電力効率にも優れています。外付けメモリー使用時でも L1 キャッシュにより高い性能を維持します。また、他の STM32 シリーズとピン互換性及び STM32F4 シリーズとのコード互換性があるため、既存の STM32 開発エコシステムを利用可能なスマートなマイコンです。ラインナップは JPEG コーデックや MIPI DSi などの高機能な画像表示系のペリフェラルを搭載したアドバンスドライン、USB ハイスピード PHY を搭載したファウンデーションライン、内蔵フラッシュメモリーを必要最小限にしてコストパフォーマンスを追求したバリューラインを用意しております。次に STM32H7 シリーズの紹介をします。STM32H7 シリーズは ARM Cortex-M7 と Cortex-M4 を搭載したデュアルコアマイクロコントローラーおよび Cortex-M7 のみを搭載したシングルコアマイクロコントローラーで構成される製品シリーズです。デュアルコアの STM32H7 は内蔵スイッチング電源 SMPS により高い動的電力効率を実現します。ラインナップは、Cortex-M7 と Cortex-M4 を搭載した超高性能デュアルコアライン、強力な画像表示機能を搭載したシングルコアライン、内蔵フラッシュメモリーを必要最小限にしてコストパフォーマンスを追求したバリューラインを用意しております。STM32H7 シリーズは、CPU の性能のみならず、豊富なペリフェラルを搭載し、より汎用性を高めたマイクロコントローラーとなっております。最近発表になった新シリーズのご紹介をいたします。こちらは2020年1月にリリースされました STM32H7A、7B シリーズのブロック図になります。このシリーズは画像表示系をパワーアップしております。内蔵 RAM を 1.4MB 搭載しており、このメモリーを表示用の画像バッファーとして使用することができます。高速でアクセスできるメモリーとなりますので、画像切り替え表示も高速で十分にこなすことができます。また、ラウンドディスプレイ表示で表示用メモリー領域を削減できる ChromeGRC 機能を搭載しております。その他、ハードウェア JPEG コーデックでの動画再生も可能となっております。追加の新機能として、シリアル ROM インターフェースも従来製品の4本、Quad SPI 対応から8本、オクタル SPI に対応できるようになっています。さらに、外部シリアル ROM の実行コード保護機能として、暗号化したコードをオクタル SPI に配置することができます。実行コードを CPU が読み出すときに、オンザフライで非暗号化させる機能、オンザフライディクリプション OTFD も搭載しております。セキュリティでも従来のタンパー検出に加えてアクティブタンパー検出もサポートしております。こちらは2020年9月に販売を開始した STM32H7273 シリーズのブロック図となります。最大動作周波数はこのシリーズ最高の 550MHz となり、さらなる高速処理が可能となっております。メモリーインターフェースも STM32H7A、7B と同じように、オンザフライで非暗号化する機能がついたオクタル SPI を搭載しております。CPU に直結している TCM メモリーのインストラクション用の TCM は AXI ラムと一部共有することにより最大 256KB まで 64KB 単位で可変させることができます。新規追加機能は数値演算アクセラレーターを搭載しており、産業機器向けにパワーアップしております。このシリーズは幅広いアプリケーションに対応した汎用ライン、動作温度範囲が広い産業機器向けライン、内蔵フラッシュメモリーを必要最小限にしてコストパフォーマンスを追求したバリューラインの3つのラインを用意しております。この章では STM32H7 と STM32F4 のアーキテクチャの違いを見ていきます。ここでは STM32F4 シリーズのアーキテクチャを説明します。STM32F4 シリーズは 32bit AHB バスマトリックスで構成されたアーキテクチャになります。CPU を含むバスマスターが AHB バス上段に配置されています。CPU の他には DMA、Ether、USB、TFT コントローラー、画像表示用の ChromeArt アクセラレーターがあります。ペリフェラルやメモリ、外部メモリコントローラーなどのスレーブは AHB バス右側に配置されております。CPU はハーバードアーキテクチャとなっているため、命令実行用のインストラクションバス、データ取得用のデータバス、ペリフェラルアクセス用のシステムバスの3つのバスが AHB バスに接続されており、内蔵フラッシュメモリーへは ART アクセラレーター経由で接続されています。ART アクセラレーターはデータやインストラクションをキャッシュする機能を持っており、CPU のパフォーマンスを向上させることができます。Cortex-M4 のデータラインには CPU 専用の高速アクセスメモリー CCM データ SRAM が接続されており、3つのドメインに分かれた内蔵 SRAM と合わせて高スループットの処理に貢献します。AHB バスマトリックスの利点は複数のバスマスターがそれぞれ別のスレーブにアクセスした場合、マスター間でのアクセスの衝突が起きず、並列処理となるため、高いスループットが実現できます。また、複数のマスターが同じスレーブにアクセスした場合には、ラウンドロビン方式のアクセスとなり、ウェイトを最小限に抑えることができます。このように、ART アクセラレーターのキャッシュ機能、高速アクセス可能なラム、AHB バスマトリクスの採用により、CPU の機能を最大限引き出す構成となっております。STM32H7 シングルコアラインは、1つの AXI バスと2つの AHB バスで構成されたユニークなアーキテクチャになっております。Cortex-M7 が搭載されている D1 ドメイン、コミュニケーションペリフェラルが多数搭載されているD2 ドメイン、パワー、クロックコントロールが搭載されている D3 ドメインの3つで構成されています。シングルコアラインは Cortex-M7 に内蔵されている L1 キャッシュのみでデータ、インストラクションのキャッシュを行うため STM32F4 や F7 に搭載されている ART アクセラレーターは搭載されておりません。D1 ドメインは 64bit バス幅の AXI バス。D2 と D3 ドメインは 32bit バス幅の AHB バスで構成されており、それぞれのドメイン間は接続されて、CPU はすべてのドメインのペリフェラルやメモリーにアクセスすることができます。D1 ドメインは AXI64bit バス幅構成となっているため、AHB32bit バスより高いスループットを実現できます。Cortex-M7 の他に内蔵フラッシュメモリ、大容量 SRAM が接続されており、CPU の高いパフォーマンスをサポートします。その他、Quad SPI インターフェースや外部メモリコントローラー、画像表示系のペリフェラルなど高いスループットを要求するペリフェラルが接続されており、外部メモリーからの命令実行や高いフレームレートでの画像表示に貢献します。DMA もこのドメイン専用に MDMA を用意しております。CPU は L1 キャッシュの他に CPU に直結したメモリー、タイトリーカップルドメモリー、TCM があります。インストラクション用、データ用に分かれており、高速アクセスが可能なため、あらかじめ決められた短い時間で処理が必要な場合には、こちらを使用することができます。これらのメモリーには MDMA でのデータ転送が可能で、CPU の負荷なしにデータの転送ができます。D2 ドメインはコミュニケーション用のペリフェラル、DMA、メモリーが搭載されており、このドメインにあるペリフェラルメモリー間を DMA で転送した場合、他のドメインのデータ転送を妨げることがありません。この部分だけ見ると、前のスライドの STM32F4 の CPU、ART アクセレーターなしと同等の構成となり、STM32 マイコンシリーズを扱った方は馴染みやすい構成となっております。D3 ドメインはパワー、クロックコントロール以外にもリセット、低消費電力モードで動作するペリフェラルやリアルタイムクロックを含むバックアップドメインを搭載しております。また、低消費電力モードでも動作可能な D3 ドメイン専用の DMA、BDMA を搭載しております。これらの3つのドメインのパワーコントロールは独立して制御できるようになっており、例えば D1、D2 ドメインの使用がない場合には、これらを低消費電力モードに移行でき、D3 ドメインにて必要なデータを受信した場合に CPU を起動させるといったことが可能になります。このように動作を工夫することにより、高いパフォーマンスでも消費電力を抑えることが可能になります。STM32F4 や F7 とは少し違ったユニークなアーキテクチャとなっておりますが、より高速な動作と電力削減が可能となっております。STM32H7 シリーズのデュアルコア製品は Cortex-M7 と Cortex-M4 が搭載されています。デュアルコア製品でよくある例としては、パワフルな CPU と低消費電力モード時に動作可能な低消費電力型 CPU の組み合わせですが、H7 の場合には強力な CPU を2個搭載して、さらにパフォーマンスを上げる仕様となっております。バスアーキテクチャはシングルコアラインと同じですが、D2 ドメインに Cortex-M4 が搭載されており、Cortex-M7 とは独立したドメインで動作します。D2 ドメインは、STM32F4 でも使用されている Cortex-M4 プラス AHB バスアーキテクチャとなっておりますので、今までの STM32 シリーズのマイコンをご利用のお客様でも容易に使用することができます。Cortex-M4 の起動は D1 ドメインにあるフラッシュバンク B から行うため、Cortex-M4 用のキャッシュ ART アクセラレーターは D1 ドメインのマスターになっております。ART アクセラレーターは電源投入後、フラッシュ領域のアクセスに設定されていますが、外部メモリーへのリマップが可能となっております。この機能により、実行コードは外部メモリーでも高速動作が可能となります。CPU 単体では処理しきれない作業の実現、もしくは CPU が互いに独立した動作をさせることができるため、今までのアプリケーションで複数のマイコンを必要としていた場合でも、高い処理能力により、マイコンを1個に集約することが可能です。この章では、デュアルコアについて説明します。2019年5月に H7 シリーズにデュアルコア製品が追加されました。STM32 シリーズでさらに高いパフォーマンス製品のご要求に応えるべく本製品をリリースいたしました。より高いパフォーマンスを求めるアプリケーションの場合、1つのチップに2つの CPU が搭載されているデュアルコア製品は大きなソリューションとなります。MOOCコストの低減や開発リソースを分散させて開発期間の短縮を図るなど、ハードウェアやソフトウェア制作面でもメリットが期待できます。STM32H7 デュアルコア製品の一般的なユースケースをいくつか紹介します。STM32H7 シリーズは高性能 CPU および豊富なペリフェラル搭載により幅広いアプリケーションに柔軟に対応することができます。使用例としてはコンスーマーアプリケーション、インダストリアルアプリケーション、IoT の3つを紹介します。コンスーマーアプリケーションでは Cortex-M7 側で CPU の特徴を生かした高度なユーザーインターフェース、オーディオ処理などを行い、Cortex-M4 側ではセンサーの制御やワイヤレススタックの処理を行うことができます。インダストリアルアプリケーションでは同様に Cortex-M7 側での高度なユーザーインターフェースや DSP 処理を利用した複雑なデータ処理、Cortex-M4 側ではモーターコントロールなどのリアルタイム処理を行うことができます。IoT でも同様にCortex-M7 側での高度な処理、Cortex-M4 側でのワイヤレススタック処理などをハイパフォーマンスで行うことができます。デュアルコア製品のデザイン例としてタスクを分割させる例をご紹介します。1つ目はタスクをパラレルで分割させる例です。CPU1 を Cortex-M7、CPU2 を Cortex-M4 とした場合、右上の図のように、それぞれの CPU を並列で処理させることが可能です。2つ目は、データ処理をそれぞれの CPU で分割させる方法です。右上の図のように、それぞれの CPU で処理する量を決めて、パラレル処理をさせ、膨大なデータ量の計算を高速で実現します。3つ目は2つの CPU をパイプライン処理させる方法です。中央下の図のように2つの CPU を連動させて複雑な計算を高速で処理させることが可能です。内蔵された複数の CPU を効率よく使用してよりパフォーマンスの高いアプリケーション作成をすることが可能です。2つの CPU は搭載しているすべてのペリフェラルを使用することができます。各 CPU が優先して使用したいペリフェラルにクロック供給を有効にすることでペリフェラルを使用することができます。これはリファレンスマニュアルではアロケーションと呼ばれています。アロケーションによりターゲットとするアプリケーションに柔軟に対応することが可能で、内蔵メモリーもアロケーションすることにより効率よく使用することができます。この例ではそれぞれの CPU のアロケーションをブルーとオレンジで示しており、データの入出力や内部メモリーの共有など効率よく使用する例となっております。ブルーで囲まれた部分は CPU1 でアロケーションをされたところ、オレンジで囲まれた部分は CPU2 でアロケーションされたところを表します。メモリーやペリフェラルを共用する場合には、2つの CPU が同時に同じメモリー領域やペリフェラルをアクセスすることは誤動作の原因となりますので避けるようにしてください。内蔵オプションバイトにより2つの CPU を同時または片方を優先的にブートさせることができます。オプションバイトには CPU のブートオーダー用に BCM7、BCM4 の2つのビットがあり、このビットの組み合わせで Cortex-M7 または Cortex-M4 のいずれかもしくは両方同時にブートさせることができます。デフォルトでは両ビットが1のため、両方の CPU が同時に立ち上がりますが、例えば Cortex-M7 をマスター CPU として優先的に立ち上げたい場合には、オプションバイトの BCM7 を1、BCM4 を0とすることで、Cortex-M7 を優先的にブートさせ、システムの初期化を実行した後、Cortex-M4 を起動させることができます。この場合、Cortex-M7 が初期化を行っている最中は、Cortex-M4 はクロック供給が停止しています。Cortex-M4 を起動させる場合には、Cortex-M7 よりクロック供給を有効にしてください。デュアルコアに搭載されている2つの CPU の扱いとしては、両方のコアをマスターとして動作させるよりかは、どちらかの CPU をマスター、残りをスレーブとして使用すると、それぞれの CPU を効率よく使用することができます。例えば、Cortex-M7 をマスター、Cortex-M4 をスレーブとした場合、スレーブを通常は低消費電力モードに入れておき、必要な時にマスターからウェイクアップさせ、作業が終了した後、再度低消費電力モードに入れるといった使い方です。STM32 シリーズを使用するにあたり、STMicroelectronics ではエコシステムを提供します。マイコン開発を強力にサポートするエコシステムをぜひご利用ください。マイコン開発に必要な要素としては、マイコン自身及びペリフェラルの扱いを理解するためのサンプルとなるコード、それを実際に動作させるための評価ボード、アプリケーション開発に欠かせないテクニカルな Q&A による問題解決がございます。STM32 エコシステムではこれらを十分にサポート可能です。ソフトウェアでは STM32 シリーズ用の組み込みソフトウェア、STM32Cube、コード生成ツールの STM32CubeMX、出来上がったコードをマイコンに書き込むプログラミングツール STM32CubeProgrammer があり、これらを ST ウェブサイトより無償でダウンロードできます。評価用ボードでは STM32Nucleo、Discovery キット、評価ボードの3種類を用意しており、使用状況に柔軟に対応できます。カスタマーサポートは FAE による技術的なサポート、開発コミュニティサイトや MOOC、マッシブオープンオンラインコースと呼ばれるテクニカルなオンライン動画、お客様での開発を加速させるパートナープログラムを用意しております。STM32 エコシステムを上手に使い、お客様での開発をよりスマートに行うことが可能です。STM32 を評価するためのボードとして、一番人気のある STM32 ニュークリオボードのラインナップを紹介します。マイクロプロセッサーを除くほぼすべての製品がニュークリオボードに搭載されております。ボードはマイコンのパッケージが32ピンパッケージ品、64ピンパッケージ品、144ピンパッケージ品の3種類あり、用途に応じて選択できるようになっております。144ピンパッケージ品には USB や Ether が搭載されているものもあります。価格も安価なものが多く、インターネットのウェブサイトからも手軽に入手できるようになっております。Cortex-M7 搭載の高性能マイコン、ニュークリオボードは、STM32 F7 アドバンスドラインのF746、F756、F767。同じくファウンデーションラインの STM32 F722。STM32 H7 シングルコアラインの STM32 H743、H753、H723、H7A3。同じくデュアルコアラインでは STM32 H745、H755 を用意しております。Cortex-M7 を搭載したマイコンのオンライントレーニングのリンクをご紹介します。英語版ではありますが、デバイスについてのより詳しい機能の紹介があります。また、ビデオで紹介している仕様もダウンロードすることができます。Cortex-M7 を搭載したマイコンの関連サイトをご紹介します。ここでご紹介するサイトは日本語となっており、和訳したリファレンスマニュアルやアプリケーションノートのダウンロードをすることができます。STM32 高性能マイコンにご興味のある方、使用を検討している方はぜひご覧ください。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。Cortex-M7 を搭載したマイコンのご紹介を行いましたが、ご理解いただけますと幸いです。引き続き ARM Cortex-M7 を搭載した STM32H755 ニュークリオボードを使用した実習編をお楽しみください。STM32H7 デュアルコアラインを使用したハンズオン形式のビデオとなっております。STM32CubeMX と IAR 社の統合開発環境を使用したデュアルコアマイコンの基本的な使い方やプログラムの構築方法が学べます。STM32 高性能マイコンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。